はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、今日はね、なんと外から動画を配信していきます。でこの動画はね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、今日はね、ちょっと病院でね、撮ろうと思ったんですけどもね、あのね、病院の待合室がね、あれなんですよ、なんかこの新型ウイルスの関係で待合室使用禁止になったんですよね。まあ密を避けるためなんでしょうけども、なのでもう撮られへんやんけと思って、どっかないかなと思ってちょっと外歩いてたんですよね。ほんなら公園があったので、今日はね公園に来ております。久しぶりになんかこんなね、広い公園に来たなって感じなんですけどもね。まあでも外なんで、一応マスクは着用して、でおかげさまでね、誰もいません、午前中なんでね。でね、今日はね、病院の日なんですけどもね、あのね、歯医者でね、断られたんですよ。というのもですね、その、まあ、断られたのは、まあ、今日じゃないんですよね。ほんまはその今日に見てもらいたかったんですけども、先週ね、そのほんまにちょうど1週間前ですよ、その歯医者のね、予約があったんですよ。今日じゃなくて先週に歯医者の予約があったんですけども、その予約の日から診察終わって帰ってきた夜に、以前にその治療が済んでたはずの親知らずの虫歯に詰めてた、詰め物がですね、こうポロッと取れたんですけども、でそれがね、その2日前にまで我慢してたんですけどもね、めっちゃくちゃ痛くなって我慢できなくて、あの電話したんですよね。でほんまはその来月の予約やったんですけども、だから今日にしてくださいよって言って電話したんですけども、見事に断られましてね、まあ、ただまあ予約の枠がね、空いてなかっただけなので、それはしゃあないんですけども、まあ、しかもその次のね、最短で空いてる予約っていうのがですね、実際に予約している、2日前の、朝一しか空いてないよって言われたんです。それでもね、まあその次の予約の日がまだ言うたら2週間あるんで、もうそれやったらその2週間後の2日前やったらあんま変われへんわ思ったから、それやったらもう予約の日でええわってなったので、あのまあただ電話しただけで終わってしまいました。なので今日はいつものように、あの LTFU 外来と血液内科と眼科でございます。あのね、皮膚科はね、今まであったんですけども、もう前回終了しましたのでね、もうほんまめっちゃ気分がね違いますね。もう1個ないだけでね、ほんまに気分がね晴れます。で 今の時間っていうのが、まあ、いつもの通りで、あの採血のね、あの順番待ちでございます。まあ、またね、その今日も混んでるんでね、ほんま密を避けております。だからまあほんま今日いい天気でよかったですよ、ほんまにね。でもまあその採血というのはね、やっぱね気になりますよね。何が気になるかというと、やっぱ結果ですよ、ね、自分の体がどうなってるのかっていうのがもうすぐに分かるんですから、この採血っていうのがね、全てを物語りますのでね、その毎回毎回ね、結果が出るまでね、すごい非常にね緊張しております。その血液検査っていうのはね、まあ、食生活にね左右されますので、ちょっと気を許したらね、結果は悪いですからね。まあその前回の通院からそれなりに食生活は気をつけていたんですけども、最近ね、そのまあ僕体重が5キロ増えたこともあって、あのね、まあお腹がめっちゃすくこともありまして、食欲がその時ねすごい爆発したんですよね。もう今はね我慢できてるんですけども、先週がまあ今年1年間の中でまあ一番爆発してましたね、ほんまに。まあでもその食欲の秋と言いますしね、まあ料理ができるようになってきたのもあるんで、自分自身でね料理することがね多く増えてきたのもあるんで、まあ味付けはしてなくても、まあ、自分で食べる料理はね、その味付けはしなくても、まあその使う材料、食材のね種類が増えてきたんですよね。品目が多いとやっぱ体にいいって言うじゃないですか。だからそういろんなね、その野菜とかその魚っていうのを選ぶようになりまして、でまあそれぞれのね素材の味を楽しめるようになってきまして、もう今の時期なんかほんまさつまいもとかね、めっちゃ美味しいじゃないですか。昔はね、そこまでそんなさつまいもなんか食べようかなと思ったこともなかったんですけども、最近その食のね喜びに目覚めたんですよね。すごい美味しく感じるんですよね。まあ、そんなんもあるんでね、まあ、それは太りますよね。でもまあちゃんとね、その体重は減らしてきたんですけども、まあ、これまでその頑張ってきた日々とね比較するとですね、全然その頑張り具合が違うんで、まあ、今回の結果はちょっとね怖いんですわ。でもね、まあ、言い訳になるんですけども、ダイエットって結構あのストレス溜まるでしょう。
ね、本当にこれはめっちゃ言い訳ですけどね、もうね、なんでこんな思いまでしてこんなことをしてんねんって気持ちにすごいなるんですよ。ほんまにね、だから体重に追われて、この一口が、この一口が、たったこの一口が、悪玉コレステロールが、中性脂肪が、血糖値が、ヘモグロビン A1C が、ってね、もう、俺の体重を増やしてしまうってね、こうなるんです。ほんまにね、もう精神的にね、負けてしまいます。だからもう、拒食症で悩んでる人とかっていてるじゃないですか、まあ、こんな感じなんかなと思うんです。まあ、それは食べたらあかんわなーって思うわなーってね。でもね、まあ、この気持ちを通り越してもっと辛いんやろうなーってそういう人だと思うんですよ。だから自分なんてまだまだマシやなと思うんですと思いながらね過ごしてました。でもね、まあ、この2週間っていうのはね、まあ、その辛さに耐えられへんくてね、まあ、つい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 こう食べてしまいまして、まあ、しかしね、今回の爆食いに関してはね、ほんまに悔いはありませんでしたよ、僕は。だってね、そのお腹いっぱいになったらね、幸せやったんでね。しかしね、まあ、採血の結果はね、ちょっと怖いんですよね。まあ、まだ採血してないんですけども、今からする行くんですけどもね。まあでも悪くてもね、それはまあ自業自得なんでね、まあ、真摯に受け止めていきます。という感じで、そろそろまあ時間なんでね、行ってまいります。今日はね、まあ、この後採血の後にですね、まあ、LTFU 外来と、血液内科と、眼科なので、まあ、またそれぞれね、結果報告をさせていただきます。そんな感じで今日は以上になります。今日もね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。